それでは、文献紹介始めたいと思います。今日紹介するのは、ワードセンスディサンビゲーション、Unified Evaluation Framework and Empirical Comparison ということで、こちらの論文について紹介していきたいと思います。はい。で、紹介する論文は、こちらになっていて、EACL という、2017年の学会で発表された論文になっています。キーワードとしては、語源埋性解消とか、センメイバルっていう、形になるのかなというふうに思います。はい。で、概要なんですけど、本論文は何か新しい手法を考案したとか、そういうことを言っている論文ではなくて、今まで各論文がそれぞれ違うデータセットや違う手法を使って、それぞれがそれぞれ独自の評価をしてきたので、どの手法がステートオブジアートなのかとか、そういう情報が散逸してしまっていました。ということで、彼らは統一した教師データと、訓練データと、テストデータにつとを、提供する、フレームワークみたいなものを提供して、作って提供して、でそれを用いて改めて各手法について評価してあげたっていうような論文になっています。で、最終的に知識ベースの語義曖昧性解消よりも教師ありの語義曖昧性解消の精度が、やっぱり高かったっていうことを改めて報告しています。はい。で、導入です。語義曖昧性解消は人間の意味理解に横たわる重要な問題となっています。で、しかしながら近年の研究っていうのは結構滞っていて、主に画期的な改善のなさと、そのシステムを統合することが難しいということから、それらがあまりこう盛んになっていないっていうような形になっています。で、筆者らはそれらの問題について統一して、フェアにシステムを評価するフレームワークがないためと考えています。で、何がフェアじゃないのかとかいう話になるんですけど、語義曖昧性解消のためのデータセットっていうのは非常にたくさんあります。そのセムエバルっていうタスクで作られたデータセットであったりとかっていうのですね。で、このように非常に多くあります。また、知識ベースの語義曖昧性解消においては、ワードネットを主に使うのですが、ワードネットのバージョンが違うとかっていう問題があって、正しく比較が行われていないという問題があります。で、また、各論文ごとに異なった前処理を行っているため、その手法本来の、精度というか、どれぐらいそのいいパフォーマンスが出せるのかっていうのが、曖昧になっているっていうような問題があります。はい。そこで筆者らは、統合された評価フレームワークを構築して提供しています。で、それは、統一されたフォーマットで標準化されたデータセットであったりとか、ワードネットは 3.0 を使って、データを提供するだとか、同一の手法で前処理をするだとかっていう話ですね。で、それについて、各手法も現在のステートオブジアートなメソッドの、各手法を評価してあげたっていうような形になっています。で、基本主に2つ、そのスーパーバイゾっていうのとノーレッジベースっていうものについて評価をしてあげています。で、理論というかその評価システムの概要になるんですけど、基本的に以下のようなそのセムエバル13と同じ XML のフォーマットで、ワードネットで自動で語義をアノテートした後に人手で正しいかどうかチェック、スタンフォードコア NLP ツールキットでポスタグの付与やレマタイゼーションを行ってあげる。で、最終的に作られたシステムっていうのは以下の URL からダウンロードが可能になっています。はい。で、基本的にここで使うデータセットっていうのが、このようなものになっていて、そのセムエバルっていう、そういうワークショップで作られた、データセット、ここでは5個挙げてるんですけど、それらについてをテストデータとして使ってあげて、下2つのそのセムコアっていうのと OMSTI っていうものを、教師データとして、訓練データですね、として使ってあげるような形になっています。で、大体その統計を取ったものがこちらの表になっています。はい。はい。で、比較する手法の説明についてをして、説明をしていきたいと思います。まず一つ、教師ありの語義曖昧性解消、英語の教師あり語義曖昧性解消において、一番有名になっているのが IMS という手法で、It
メイクセンスの略だったような気がするんですけど、まあ基本的に周辺の出現単語、周辺単語のポスタグ、単語の並び方をまあ考慮してあげたものになっています。例えばその My brother has always taken a keen interest in my work っていう、そのインタレストがまあどういう意味を持っているかっていうのをこぎ曖昧性解消してあげるときに、まあ、周辺単語、他の、訓練データですね、訓練データにおいて周辺単語がアカウントやエコノミーやレイトやテイクであったら、まあ、ここにテイクという単語が出ているので、ベクトルとして使う組成は0001のようなものを渡してあげます。で、まあ、ポスタグは、まあ、その周辺単語のポスタグをそのまま使ってあげるので、まあマイブラザーっていう文章であったら、まあ、このようにポスタグがされて、で使うのは周辺単語のこの、こういう品種を使うっていうようなことになっています。で、まあ、単語の並び順はコロケーションと、まあ、論文中には書いてあるんですけど、まあ、1がマイナス2だから、そのインタレストからマイナス2する単語ですね。例えばこの場合ではアンなんですけど、いや、まあ、1が1から2だからインマイですよね、この場合はっていう単語を、まあ、組み合わせとして組成として使ってあげるような手法になっています。はい。で、まあ、それに対して IMS プラス、まあ、エンベディングの EMB っていう単語ついてるんですけど、まあ、これが IMS に対して分散表現を組成として加えたような手法になっています。で、もう一つ、コンテキスト2ベクというものがあって、まあ、バイディレクショナル LSTM を用いて、まずラベルが付与されていない生のコーパスっていうのを学習させて、でその後コンテキストベクターっていうものを、学習データから学習させます。学習データじゃないです。訓練データから学習させます。で、まあ、最終的にテストデータのコンテキストベクターと、まあ、学習された語義のコンテキストベクター、最も近いもの、コサイン類似ですね、を正解として出力するような、まあ、手法になっています。で、まあ、知識ベースの、語義曖昧性解消には、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一番有名なのがレスクというもので、まあ、注目している単語の語義の説明や例の中で最も周辺コンテキストと重複する単語が多い語義を選ぶっていうような手法になっています。まあ、これは同じ文中の単語が共通のトピックを共有しているという傾向があることを利用したものになっています。で、また UKB といった、グラフベースのメソッドもあって、まあ、例えば、このコーチというものを図中のですね、コーチというものを、まあ、語義曖昧性解消してあげようと思った時に、その意味のワードネットですね、まあ、ワードネットじゃなくてもいいんですけど、まあ、意味のそのネットワークっていうのをたどっていった時に、まあ、コーチっていうのが近いから、あ、すいません、コーチのこの N5 っていうのが近いから、まあ、意味として N5 っていうのを選んであげるっていうような、まあ、手法が、まあ、UKB であったりっていうような形になっています。はい。で、まあ、実験として先ほど説明した各手法について、まあ、その筆者らが構築した統一されたフレームワークっていうもので評価してあげました。で、まあ、実験に使うのは、まあ、オールワード、文中に含まれる複数の語義曖昧性解消を同時に解消してあげるというようなタスクになっています。はい。で、まあ、その実験結果がこちらになっているのですけど、まあ、まず一つ言えることとして、こっちのノーレッジベースの手法に比べて、この、スーパーバイズの手法の方が、まあ、高い精度を持っているということが、まあ、見て取れます。まあ、特にその、まあノーレッジベースだと、まあ、このバベルフィっていうのが、まあ、ちょっと良かったりっていう感じなんですけど、まあ、それに比べて、まあ、そのスーパーバイズの手法であれば、この IMS プラス EMB のまあ、この中段の手法や、まあ、コンテキスト2ベックっていうのが、まあ、やはり全然高い数字を、まあ、得られているっていうことが、まあ、一つ分かります。で、また論文中で筆者らはセムコア、このセムコアっていうのは基本的には人手で作られた、教師データで、訓練データで、まあ、あまり量が、多くなくて、 OMSTI っていうのはそれよりも量が多いんですけど、もうほぼ自動でアノテートされた意味の情報を付与したものを使っているようなものになっているんですね。で、筆者らはその、まあ、コンテキスト2ベックの値を見ると、まあ、これを平均した値とこれを平均した値で、まあ、0.4 ポイント上がっているから、まあ、セムコアよりもセムコアプラス OMSTI を使った方が精度がいいっていう、つまりその
とりあえず大量の巻き起こしデータを用いた方が精度が上がるというようなことを論文中で言っていますと。はい。で、そうですね。まあ結果として、まあ彼らが一番言いたかったのは、やはりそのスーパーバイズのメソッドが、まあノーレッジベースよりも、いいという結果で、さらに教師データも、まあ、半自動でアノテートされた大量の情報を使ってあげた方が、まあ、その少ない人手で作った評価セットよりもいい精度が得られるんじゃないかというようなことを言っています。はい、これで発表を終わります。